にちは、さきです。どうも、ゆなです。ピンポン。はい、今回は何をするんでしょうか。今回はですね、原宿のアルタというシュガーハイっていうお店でね、可愛い文房具たちをね、たくさん買ってきたので、そういうので紹介していこうと思います。なんかそこ、お菓子とか売ってるところなので、文房具とかあるのちょっとびっくりしたんですけど、今回はね、可愛い文房具がたくさんあったということで紹介します。じゃあ紹介していこうと思います。レッツゴー。お先にどうぞ。お先に失礼します。はい、じゃあ一つ目、じゃじゃーん、見てください。これ何だと思います、皆さん。これは正解はですね、ハサミなんですよ。これね、ちょっと最近流行ってるコンパクトなハサミなんですけど、すごい、見て、すごくない、すごいすごい、めっちゃ可愛いんだけど。すごい可愛い。じゃあ私はじゃん、ホチキスです。すごい。こうやって芯をこうなんか入れ替えたりとかして、なんかここにロックがかかってるんですよ。これを開けて、すごい、これ開いてパン。すごい、めっちゃいいね。すごいね、しかもロックもかかるから、うんうん、安全。ホチキスって意外に使うからね。そうだよね、まとめたりとか、うん、中学入ると一気に使うよね、ペイントとかまとめるときに。はいはい、次、じゃん、これはですね、付箋です。付箋なの？ね、すごいよ、これ。どういうこと？これでスライドさせて付箋が出てくるみたいな。それでペリって剥がして、ペリ、あれ見える、これすごいね、これ。しかもなんか両方で色が違うんですよ、紫と黄色で。しかもこうやってね、こうやってできるんですよ。だからコンパクトにもなるんです。いいですね、これは。ちょっとかわいい、マジで。じゃん、人参の6色ボールペン。黒と赤とオレンジと緑と青と紫が入ってますね。可愛くない？うん、可愛い。しかもなんか中学校になってからめっちゃカラーペン使うんですよ。なんか何色かのボールペン持ってってるんですけど、これね、一つにまとまってるからいいですね。いろんな色が入ってると楽だよね。可愛い、めっちゃ可愛い。次、じゃじゃん、筆箱です。これ可愛い、めっちゃ可愛い、それ可愛い。このピラピラが可愛いんですよ。はい、開けてみると、結構入る、ね、なんかここが広いので結構入りますね。しかも色もエメラルドグリーンで、なんかちっちゃいポケットやっててさ、消しゴムとかさ、写真とかでも着る。いい、確かに。ここもね、透明なんですよ。じゃあ、さきちゃんが筆箱紹介したの、私も。じゃん、タイプがまた別な感じなんですけど、チャックがね、縦になってて、開くと、こうなんだろう、収納スペースが2個あって、こんな感じで、ハサミとか、そういうのが入るんですけど、こっちはペンとか、こう、いいね、分けられるね。しかもごちゃごちゃになっちゃったりとかなっちゃうけど、これだったら刺せるから、ごちゃごちゃにならないし、綺麗に使えますね。グラデーションになってる。そうね、可愛いよね。めっちゃ可愛い。はい、じゃあ次。はい、お、これは、はい、じゃーん。はい、こちらは水のりですね。可愛い。あ、見て、桃がいるよ。桃がいます。可愛いね。いいね、水のり。私、水のりの方が好きなんですよ、普通ののりより。なんか塗りやすい、水のりの方が。可愛いね。でも可愛い。次、これは何なんでしょうか。これ、ね、開けた方が多分ちょっとね、分かりやすいと思うので、開けて説明するんですけども、こんな感じでマスキングテープみたいな付箋がこう入ってて、やって、こうやって閉じると箱になるんですよ。うんうん、こんな感じ。だからこうちっちゃいこうクリップとかこの中に入れれるから、これをね、こういう風にスポッて入れとくと、クリップも付箋もこれ1個だよーみたいな。いいね、万能ですね。6パターンあって、こんな感じで。めっちゃ可愛いじゃん。はい、次、じゃじゃーん。はい、これはなんだ、カッターかなって思いきや、消しゴムなんです。スティック消しゴム。カッターと同じ方式で出すんですよ。いきます。じゃじゃじゃーん。ほら、出ました、消しゴムが。めっちゃ可愛い。あ、見て、ここにさくらんぼもいるよ。さくらんぼめっちゃ可愛い。私はラストなんですけど、牛乳パックみたいな、ホイップみたいな感じの箱に入ってる付箋ですね。メモか、メモ帳か。開けて、するとね、こんな感じで、ね、メモ帳が2種類かな。こっちがボーダーで、普通の青。めちゃめちゃ可愛い。簡単にね、喋れるから。超可愛い。はい、こうです。はい、じゃじゃじゃん。え、こちらは大学ノートですね。しかも見て、みんな大好きタピオカ。他にもタピオカが3ついます。かわいい。いいですね。しかもこれなんかこういう形だから、プリントとかをこうやって入れられるし、こうやってね、開けてこうやってね、シャカって取れるし、いいです。しかもシンプルなのでね、かわいい。これかわいい。次、うわ、かわいい。
かわいい。アイスクリームとかベロベロキャンディーとかめっちゃいるんですけど、これはですねファイルです。いっぱいね収納ができますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、え10個もある収納スペースが。だから教科ごとにやっても余るぐらいですね、これは。これめっちゃおすすめ。しかもね柄も可愛いんですよ。可愛い。カラフルで。次じゃじゃん、こちらは鉛筆削り。可愛い。じゃじゃん、こちらドリンク型の鉛筆削りということで、捨てるときはこうやってパカッて開けてパーって捨てる感じなんですけど、ニコンと虹とカップケーキとかいろいろいますね。風船とかめっちゃカラフルやん。かわいい。これはいいですね。しかもちょっとねちっちゃめなので、これここに入ります。普通のこれさ鉛筆刺したらストローになる。鉛筆刺したらストローってことで、めっちゃいいじゃん。え、かわいい。これさ鉛筆削ったものがさ溜まったらさスムージーになるじゃん。おお色鉛筆とか、うん確かに。かわいい。だからレインボーにしたら、え絶対かわいい。はい最後です。はい、じゃじゃじゃーん。これはえすごい、リコーダーだ。え本当だ。リコーダーになってますよ、見てください。リコーダー、これねボールペンです。しかも結構細めなので、なんか細い字とか書くのにいいですね。 0.5 ミリだって。あ書きやすい。かわいい。しかもね、あえ見て、あまふさぐところあるよ。えやば、デザインがすごい。乗った、すごい。これかわいい。はい、こんな感じで全部紹介しました。パステル系が多かったね。じゃあこの中からお気に入りを決めましょう。私はこれです。わあ、一番最初かなに紹介したハサミですね。これめっちゃ可愛いなと思って、ほら確かにめっちゃいいです。これが私のお気に入り。おさきちゃんが紹介してたんですけど、私はこの英語のノート。それ最近マジで真面目ちゃんでめちゃめちゃ勉強するようになったんですよ。今までこう授業聞いててもノートをちょっとサボったりとかしてたんですけど、ちょっとねノートが大好きになってるんです今。なのでこれがちょっと可愛いなって思いました。ということでね、原宿の可愛い文房具の紹介をしました。今日も最後の見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お先に失礼します。お先に失礼します。